皆さん、おはようございます。パタンジャリ・ジャパン・ファウンデーションのヨガインストラクター、伊達と申します。今日もどうぞよろしくお願いします。今日の話題ですね、女性にとってですね、とても大事かと、感じていまして、生理痛についてですね、お話ししていきたいと思います。あと、生理前かな、2つ の, ポーズがとてもとても大事ですね。ホルモンのバランスが良くなって、生理もですね、時にはこう遅れてしまう、感じが年齢によってですね、女性感じているかと思うんですけど、そのホルモンバランスが良くなって、生理、が続いている間もですね、他の、3つのポーズ教えて、いきます、まず最初ですね、一番大事な、ことは、生理痛がある方、何にもしなくていいです。まず最初、本当に、生理の時はですね、生理中は女性の体、なんか私のヨガの先生ですと、怪我しているように、自分の体を守っていてください、毎月と言われていまして、それが本当に、ずっとですね、心の中に残っていますので、皆さんも、自分をまず大事にしていてください。で、生理前ですね、 PMS ですね、ポストメンストラルストレス、ストレスになってイライラする、女性もなんか 80% と言われておりまして、その、ポストメンストラルストレスもですね、のためのアーサナ、まず教えていきます。そして、生理痛がひどくなければ、やっていただけるアーサナも3つ教えていきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、では四つん這いから始めていきます。アドジャスト入れたら、手で軽く押しながら、鼻骨頭下、背中上の方、吸いながらゆっくりと頭と鼻骨、今度上、背中下、ゆっくりと逆方ですね。では吸いながら、アップ、キャッチ&カウのポーズですね。では吐きながら、ゆっくりとチャイルドポーズをとっていきます。はい、では左膝曲げて、両手の間、右足膝を伸ばしながら、つま先もリラックスしていきます。両手ですね、軽くリラックスしていただいて、背中ゆっくりと伸ばしていきます。ピジョンのバリエーションポーズですね。鳩のバリエーションのポーズです。このポーズもですね、腰や、背中に痛みある方ですね、避けた方がいいです。ではゆっくりと左足、もう一度四つん這い。では右足から今度膝を曲げて、両手の間、逆方もやっていきます。両肩リラックスしながら、今度左足ですね、伸ばせるところまでゆっくりと伸ばしていきます。そのまま背中をゆっくりと伸ばしながら、もう一度キープしていきます。息を吸って吐きます。ではゆっくりとリラックスしながら、このスリーピングスワンのポーズですね、この先の左方もですね、スリーピングスワンのポーズそれぞれやっていきましょう。では息を吸いながら、もう一度四つん這いに戻ったら、吐きながらお尻かかとの方、ゆっくりとリラックスしていきます。はい、では仰向けから右の足左側持っていきます。そのままもいいですね、ストレッチ深めたい方、その右の足首、左の足の下に持っていきます。で、左の手で右足膝あたりですね、サポート入れておきます。
で右の肩ですね、マットと近づけながらリラックスしてみます。ストレッチ深めたい方ですね、右の手、上の方に持っていきます。斜め上です。息を吸って吐きながら両足リラックスしていきます。膝を曲げてもう一度両足伸ばしたら、今度は左の足右側に持っていきます。同じくですね、左足首今度右の足の下に隠してみます。そのままでも全然構いませんのでですね、でストレッチ深めたい方、左の手斜め上持っていきます。息を吸って吐きます。吸って吐きます。ではゆっくりと膝を曲げたら、もう一度手足をほどいていただいて、今度最後ですね、シャバーサナをとっていきます。シャバーサナはですね、特に生理中すっごくいいポーズですね。ただ、リラックスしていると、思い込みがありますけど、すっごくいいポーズですね。ちなみに、生理痛ですね、ひどいという方ですね、このポーズだけやっていただいて、両手ですね、このように下っ腹の方ですね、子宮の方に持っていただければ、すごくですね、リラックス感ができて、その痛みも和らげますので、ぜひぜひやってみてください。今日もビデオ見ていただいてありがとうございました。またですね、パタンジャリ .jp のサイトも見ていただいて、オリジナルブログも読んでいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。あとですね、毎週、月曜から金曜までのクラスの情報もシェアしていきたいと思います。毎週ですね、朝と夜、月曜日から金曜日まで、レッスンをやっていますね。いろんな先生がレッスンを教えていただいていますので、ぜひぜひですね、まず、朝ですと7時15分からですね、プラナヤムのクラスですね、呼吸法がメインにしたクラス、このクラスは無料クラスなので、ぜひぜひ、参加していただいてと思います。あと、夜のクラスですね、夜の8時から9時までのクラスとなっておりまして、そのクラスは、有料のクラスとなりますけど、すごくいいアーサナ、あといろんな優秀な先生が教えていただいておりまして、ぜひぜひ、時間あるとき、ご参加お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。ではまたですね、新しいビデオを通じて、皆さんとお会いできればと思います。 OK, see you soon. Bye. Thank you.